新年明けましておめでとうございます。皆さんいい顔をしていらっしゃいますね。そうですよね。アメン、アメン。私たちはですね、信仰を持って本日の礼拝を主の前にですね捧げてまいりましょう。それでは聖詠を賛美してまいりましょう。歌手の皆様ご起立ください。ですね、ご一緒に使徒信条を告白をしてまいります。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊にて宿り、乙女に参られるまでポントオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に命よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。賢いより来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それではご着席くださいまして、続いてですね、詩編の第一編、これもですねご一緒に朗読をしてまいります。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は人の恩を喜びとし、昼も夜もその知恵を口さむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その実は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ちようせず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。アーメン。ハレルヤ。私ですね、家族のといいますか、私個人の話をして恐縮なんですけども、去年もなんですけど、ずっとなんですけども、私とですね、私今子供が全てですね結婚して独立していますので、今私はですね家ではね家内と2人で生活を仲良くしてるんですよ。私たちね夫婦ね、毎日6時半、今日はちょっと遅かったですかね、基本的に6時半ね2人で総天気討会するんですよ。仲いいでしょ。6時半にね総天気討会するんですけどもね、私がいつもこう祈るんですね。で次館内に祈ってくださいと言うとですね、祈らないんですわ。あんた祈っとってとこう私がずっと祈ってるんですけど、まあそういうことですね。やはり私たちは1年のスタートはですね、やはり家族でファミリーでですね祈りを持ってスタートするということはいいことじゃないですか。別に私の真似をするとそういうことじゃないんですよ。でも私たちは祈りを持ってですね死の前にスタートする、これは素晴らしいことじゃないですか。皆さんに私のですね個人的なおすすめでございます。それではですね賛美をしてまいりましょう。花奏でよ、賛美してまいりましょう。身を結び笑う。
それではですね、今からですね、命の光、手を伸ばしてですね、賛美しながらですね、交換会をしていきたいと思います。まあ、今年ですね、初めて会われる方もいらっしゃると思いますので、明けましておめでとうございますとですね、私たちはですね、今年1年も祝福がありますようにということでですね、私たちは交換会をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではお願いします。ことのないあなたの愛が私を包む溢れる喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、全てを捨てた愛、手を伸ばして光放て、あなたと歩む、それは素晴らしい命の日々よ。血を包む溢れる喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、すべてを捨てた愛、手を伸ばして雨、それでは交換会をお願いいたします。
Oh,
みがえった、よみがえられ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 た、そうです、よみがえられました、よみがえられた、アメン、ハレルヤ。次エスサムしていきたいと思います。私たちは、私たちは見舞いで共に主を讃え、神の愛御子ください、その地で救われた、十字架から流れる愛、アーメン、川のように全地へ、すべての国民は
主よ、あなただけを礼拝します、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 礼拝します。アメアメアメ、主あなた見ながます、主あなたが今日も私たちともいてくださって、私を導いてくださっていることありがとうございます。今私心からされたこの賛美、私の心を主あなたが受け取ってくださっていること感謝します。これから続いて主あなたを褒め伝えます。そして御言葉を愛します。今からの時間、主あなたが私ともいてくださることも感謝します。イエス様、あなたに全て委ねてイエス様を見られてお祈りします。アーメン、アーメン。主をあがめよ。
の実はおイエス様だ、イエス様苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなた方を救い出そう。苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなた方を救い出そう。今日も聖霊によりて私たちの救い主主イエスキリストと愛する御子を私たちの罪の許しのために十字架におかけになるために惜しむことなく天の御座からお使わしくださったお父様の上に誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝すべての生き物を力いっぱい豊かに豊かにお捧げいたします。ハレルヤアーメン。おはようございます、あるいはおめでとうございますと言った方がいいかもわかりませんけども、こうして今年最初の礼拝を2018年度の礼拝ともにここで持ってたことを感謝いたします。今日から1日からそうなんですけども、大久保の方で開拓始まって7年目になって、いつもね土曜日に行かれ、また日曜日こっちへ来られてきた方々はこれからなかなかね一緒に礼拝する時の機会はもうぐんと減ってしまって、同じ時間大久保で礼拝持たれていますので、めったにねお会いできなくなってきつつありますけども、まだ三木は三木でね持たれてるし、また三田は三田で持たれてるんですけども、今日ですねこれが3つのことね、月始めの祝福のことをですねお祈りさせていただいて、それから大学生たちのですね賛美グループ、ちょっと名前をまだねつけてないんですけど、セラというのになんかどうかなと思って本人たちにちょっと憧ってないんでね、セラっていうのは聖の中に最後にセラって書いてるところがちょっと愛の手入れるようなセラっていうのがあるんですけど、なんかセラなんかいいかなと思ったりしてるんですね。ちょっと本人たち の, ご機嫌を伺わないと決められないんですけども大学生の賛美のグループ、それから新成人の祝福式とですね、そんな段取りで進めていきたいと思っています。それでは1月のお誕生日、1月の洗礼、1月の、ね、ご結婚記念関係の方ね立っていただいて祝福になります。あなたのうちに近くの方祝福していきましょう。主の姿が美しい、尊い神の子どもあなたを愛します。この集まりに臨む神の栄光が素晴らしい、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。そのあなた方が言って、私の名によって父に求めるものなんであなた方が与えられ、あなた方は私の栄光を表すためですと。私があなた方を選んだのです。私があなた方を選びました。私たちの生まれる以前から、この世界が創造される以前から、あなたは私たちを知り、私たちを選んだとエベソの手紙にはそう書いてあります。あなたの深い計画の上にありがとうございます。私たちは単なる罪人にしか過ぎません。でもあなたは私たちを愛し、イエスの十字架を通して私たちの罪をあがない永遠の命を与え、義とし神様はこうしてお一人一人が選ばれたことを覚えてありがとうございます。今日今に立っておられるお一人お一人の上に圧倒的な神の臨在と祝福と幸いと守りの一年でありますように、祝福をお祈りいたします。過ぎ去った年月の恵みを感謝いたします。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、本当にあなたの言葉をありがとうございます。数えてみなさい、主の恵みともある通りです。神様、これから
歩まれるこの人生において何があるか誰もわからないんです。でも大きくあれ強くあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、私はあなたの行くところどこにでも共にいるからである。神様どうぞお一人一人のこれからの歩みが主イエスキリストの栄光のためにますます輝いて、精霊に満たされ、健康に満たされ、平安と愛とパワーに満たされた毎日生涯であることを祝福をお祈りいたします。物質的な経済的な全ての必要が満たされますように、その過程にいつも神の平和が宿り続けていきますように、人間関係がいつも麗しい関係でありますように、キリストの愛があふれ、また平和のあふれた毎日であることをお祈りいたします。問題があっても勝利者、困難があっても勝利者、神様どうぞお一人お一人の歩みを通してイエスキリストの栄光が表され、一人一人を通して多くの方々がイエス様と出会うために用いられていきますように、一人一人を聖霊で満たし、旧霊の宣教の技で満たして、安全で満たして、必要で満たして、幸いで満たして、圧倒的な勝利と守りをお願いし、イエスキリストの皆によって祝福します。力から力、賛美から賛美、感謝から感謝、喜びから喜び、栄光から栄光、幸いから幸い、祝福から祝福へと導かれている行く毎日でありますように、主イエスキリストの皆によって祝福を宣言し、天のお父様にこのお祈りをお願いしてお捧げいたします。アーメン。ハレルヤー、アーメン。感謝いたします。それではですね、3人の方々に名前だけちょっとね紹介して、知らない方も多いので、ちょっとそれから曲目、はい、そちら。原先生、特別な名前をセラという名前をいただきましてありがとうございます。それでいい、それでいい。ありがとうございます私たち外大3人をいつもこのように用いてくださる皆さんと、また主に感謝します。私たちは今から You are my all in all、 我が力なる主という賛美をしたいと思います。私たちのすべてのすべてである主、我が力なる主を皆さんと共に褒めたたえたいと思います。はい、ではお願いします。名前、Shoot!
外大4回生の小沢かなみと申します。宮内咲希です。太山真理子です。ありがとうございました。ありがとうございます。さすがやっぱりね、あの神戸外大生ですね。英語でですね、感謝です。らしいところを、ね、見せてくださいました。それではただ今からあの今年ですね、20歳、もうすでに20歳になった方一人いらっしゃるんですけども、ここにあの書いてある名前があった、あの教会のここに来てらっしゃる方々の息子さんお嬢さんたちばかりなんですけどもですね、そのうち何人か今日お見になっていますので、上から行くと誰来てるのか、坂本亮君が来てるのかな、前出てきてくださいますか。それから若いゆかさんも来ています。であと港さんの息子さんちょっと来てないかな、山岸真美香さんもちょっと見えてないですね。あと米谷和樹君は1年上になるんですけど、去年ね、あの去年の途中からお見になられたので去年祝福されてないんで、他に1つ上なんですけど特別祝福でですね、ちょっと前の方にちょっとざっと真ん中に来てくださいます。それで、名前とですね、これから自分がどんな人生を歩みたいのかということを一言で。坂本亮です。健康に生きたいと思います。健康に生きたいね。健康に生きたいですね。若井由香です。私はこの教会で育ってきたと言っても過言ではないです。本当にこの教会が生活の中心で育ってきました。私が失敗を犯した時も本当にこの教会の皆さんが温かく包み込んでくれて、本当に神様にも感謝だし、本当に皆さんにも本当に感謝の思いでいっぱいです。これからは本当に神様に愛されつつ、神様を愛し人々を愛していきたいと思います。ありがとうございます。米谷和樹です。9月から教会に来始めたばっかりなんで、よろしくお願いします。まだまだ神様のこと知らないことばっかりなんで、今からいっぱい学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そういうことで、ね、あの米谷君はあの去年9月からあの今大久保で、ね、恋愛持つようになったんですけども、高橋千恵ちゃんのお友達ということでこの教会を書いたんですけど、この教会はやっぱ若い子が多いということで、男性の関わりということで礼拝をこちらの方で来られるということです。で若いゆかちゃんは若いさんご夫妻のご長女ですね。で坂本亮はうちの娘のピアニストのですね、あの長男です。ちょお父ちゃんちょっとあの戦略言ってんだけどね、ちょっと教会ちょっと礼拝は信仰ないことないですよ。感謝のために祈ったりするって一緒にかと真剣に祈りますのでね、今はちょっとゴルフに一生懸命なっててですね、あのイエス様よりもゴルフの方が天秤を持ってる感じで、まあ信仰がないことないんで、またいずれね礼拝守れると思いますけども、その長男です。よろしくお願いします。祝福に祈ります。天の父様、今日こうして神様、新成人の祝福式、神様谷口君、またゆかさん、ゆかちゃん、また神様坂本君、どうぞ若い人さん覚えてくださって、神様これからの育成をあなたが祝福くださるからありがとうございます。神様、あなたはヨシアに言いました。大しくあれ強くあれ、大しくあれ強くあれ、恐れてはならない、おののてはならない、私はあなたの行くところどこにおいても共にいるからであると。神様どうぞお三方、またここに名前が表示されている方、今日ここにお見えになっていませんけども、どうぞその方々もいつも全能の神様と共に歩むことの、そのような最も賢明な人生の生き方ができますように。私たちは決して権勢によらず、能力によらず、神の霊によって強められ励まされ、また聖書の言葉によって教えられ強められ励まされ、また導かれていける確かな人生を歩む私たちはすべを知っています。全能の神様が共に一緒ですから、どんな困難にあっても神様お一人お一人がそれらの困難を知恵と、また神様からの助けと、またエネルギーが与えられて、この人生をたくましく力強く、またリーダーシップの油注ぎありますように、リーダーシップの油注ぎが豊かにありますように、
これからの人生のすべての出会いが幸いなものでありますように。困難があっても勝利者、問題があっても勝利者、試練があっても勝利者、神様さまざまなところを通らされると思いますけれども、圧倒的な人生の勝利者であることを宣言いたします。どうぞお一人お一人を祝福し、その背後にある神様、ご家庭、ご両親、神様、祝福を合わせてお祈りいたします。この方々の圧倒的な勝利、祝福、またキリストにある成功を宣言し、天の父様に祝福して、このお祈りを天の父様にお捧げします。アメン、アメン、ハレルヤ。教会からね、記念品です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。アメン。以上でした。改めておめでとうございます。さあ早速聖書のお言葉を開いて、参ります。今日は交わりの回復ということで、ピリピ人へのお手紙からお答えするのが従来の方法なんですけども、ただ、1月の1日にお語りしたことは、この1年の一つの指針となるようなメッセージでございましたので、1月1日にお見えになれなかった方々も結構いらっしゃると思いますので、ですね、最初の部分は1月1日と同じメッセージをですね、復習しながら、記憶をたどりながらですね、あ、そうだったなと思って、私たちはこの聖書の言葉に従ってですね、歩いていきたいなと、そんなふうに思いますので、この集合にあります1番から5番まではですね、元旦に語ったお言葉をそのまま掲載させていただいております。2018年が始まりまして、私たち今一番気になるところ、やっぱり北朝鮮の問題ですよね。でアメリカが、トランプさんが北朝鮮に攻めるのかどうかということですね。ピョンチャンで冬季五輪がありますので、北朝鮮の選手団と韓国の選手団の合同、ね、選手団が形成されるんじゃないかというような、攻撃になっていますので、戦争とはちょっとね、なりにくいような状況になっているんで、それで安心なんかなと思うんですけども、ただピョンチャンの五輪が終わってもですね、その北朝鮮が融和的に見せているけども、それは大陸弾道弾 ICBM をですね、作るための時間稼ぎとして、そのようなジェスチャー的な意味でですね、時間稼ぎのために融和作戦を取っているんじゃないかと言われて、またまさにその通りだと思うんですね。ですから今の状態でしたら、北朝鮮とアメリカがなんかこのですね、刃を交えれば、やっぱり犠牲などは日本だし韓国ですね、専門家によって犠牲者の数は随分違いますけども、100万から1人300万ぐらいの差がありますけども、本当にね、皆さん100万300万が死ぬってことは大変なことですよ、ね、そういうことがあるんで、アメリカも簡単には北朝鮮には攻め入ることはできないですね。日本と韓国のこの国民、またアメリカの人たちも韓国や日本に住んでますのでね、自国のために住んでますので、簡単にはね、攻められない。つまりもっと言葉を書いてならば、北朝鮮の人質になっていると言っても過言ではない状況なんですね。ですからアメリカは攻められないんですけども、ただ、アメリカに確実に届く ICBM、 そして、核のですね、原爆や水爆の小型化がですね、できればもうアメリカ本土に届くとなれば、はっきりしたらその前にもう必ず北朝鮮を攻撃するってことはほぼ間違いないだろうと、考えられて、います。その時期が、ピョンチャンの五輪の後なのかちょっとわからないんですけども、そのような怪しげな政治緊張状態が続いて、いるという状況なんですね。またこの自然界においては、この南海地震が約70年周期で、歴史見ると70年周期で和歌山沖のですね、プレートが動いて、そして大きな地震が起こると。
で、ニュースでもありましたようにここ30年の間に 70% の確率で南海地震が起こりますと。一番近年に起こったのは南海地震は1942年でしたかね、あの戦争中に起こったんですね。であの辺の記録を見るとほぼ70年ごとにあの南海地震がプレートが動いて大地震が起こっていると。それからですから一番新しいのからも74年ほど経っていますのでですね、これは年を行けば行くほど確率は当然上がるわけですね。来年になるともっと確率上がるし、再来年になるともっと確率が上がる。つまり必ず今までの歴史から見ても記録から見ても必ず南海地震が起こると。起こった場合はこの時のように大阪でもですね 4,5 メートルの津波が押し寄せてくるということでね、映像を見ると大阪駅が水浸しになったり地下側が水浸しになったりですね、それにしてさまざまなシミュレーションが出てきたりします。ですからいつ起こってももう仕方のないような時期に今来てるわけですね。今この瞬間起こったとしても不思議がないというような自然界の状況もありますね。そんなんで2018年、お互いに何が起こるかわからないんですけども、ただ私たちは目に見える状況は本当に変わるんですけども、変化があるんでしょうけども、しかしこの一番にありますように私たちはどんな時でもイエス様から目を離さないでいきたいなと、そんなふうに思っています。皆さんこの一年どうぞイエス様から目を離さないでいかれるように祝福をお祈りいたします。ね、まあ、信仰の古い人はイエス様から目を離さないって言ったら象徴的な表現なんですよね。イエス様から目を離さない。でも新しい人が来ると、おいキリストから目を離すなって、おいキリストどこにおんねんやっていうふうになるんですね。あの十字架をこう見て、まあ、そんなふうにしか理解できないかと思うんですけども、新しい方のためにもですね、イエス様から目を離さないということは聖書のお言葉に従っていくと、聖書の言葉に信頼していくね。聖書の言葉を通して私たちは神様の考え方、神様のご性質、神様の計画、神様の人類に対する愛のすべてがですね、聖書の中に示されてまいるわけです。ですから私たちは神の言葉である聖書の言葉によって信仰を持ち、聖書の言葉によって励まされ、聖書の言葉によって強められ、聖書の言葉によって慰められ、聖書の言葉によって私たちは希望を持ち、聖書の言葉によって私たちは新しい勇気が与えられていきます。私たちの力の源は神の言葉です。そして聖霊様のですね、助けによって私たちは力強い人生を歩むことがこの一年もできるようになります。ヘブルの12章の2節にある通りですね、信仰の創始者であり完成者であられるイエスから目を離さないで生きなさいとある通りですね、私たちはこの一年聖書の言葉にしっかり立ってね、イエス様から目を離さないでアメン、ね、行かれるようにということを語りました。第2番目に語ったことは、これからこの人生ですね、それぞれ個人個人、会社もいろんなことありますけども、何があるかわからないです。だけども私たちは力強いね、たくましい生き方をすることを神様から学んでいます。つまり問題や困難はお互いに大なり小なりあるんですけども、問題や困難は成長の食べ物である。アーメン。そのような前向きなたくましい生き方をなさいますように祝福をお祈りいたします。で、世の中でも信仰がなくてもね、日本のことであるでしょ、皆さんね、観難難事をたまにするっていう言葉あるじゃないですか。聖書知らないですよ。だけどもね、観難は私たちのね、人格を整えて人徳を高めてね、私たちを、ね、本当に磨きのかかった人間にするよ、だから苦難もですね、意味があるんだよということですね。聖書のない世界でもね、そのように言ってるわけですね。だから石ころでもですね、川上にある石ころは棘が角がありますけども、川下に行くほど棘がね、川に流されて角が取れてまろやかな石に変えられていく様を言うわけですけども、皆さん私たちも聖書は言ってますね。観難はローマの5章の中に、観難は忍耐を生み出し、忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性は希望を生み出し、その希望は決して失望に終わることがない。なぜなら神の聖霊によって私たちに、聖霊によって神の愛が私たちに注がれているからです。アメン、ね、そのようにして私たちは患難さえもですね、喜ぶそのようなたくましい生き方でありますように。
第2コリントの12章の中では私は弱い時にこそ強いのですとパウロが皆さん言ってますよね。世の中で弱い時に強い何のこっちゃってことになるんですけどもね。でも世の中でも似たような言葉あるんですよね。身を捨ててこそ浮かぼせもあるなんてね、似たような言葉あるんですよ。でもうわあ生きよう生きようとすると固くなって沈んでいく。でももう俺もう死んでもええわと思ってガッと筋肉抜くとポコッと浮いて助かるっていうですね、身を捨ててこそ浮かぶせもあれってね、言葉も世の中にもあるんですけども、聖書の中には別の表現で弱い時にこそ私は強い、ハレルヤ、ね、で自分の弱さを悟る、自分の限界を知る、人間の能力だけに耐えらないで自分の能力あると思ったけども意外と、ね、行き詰まってしまった、ね、いけると思ったのにできなかった、ね、いろんなことで私たちは自分の弱さとか限界をですね悟らされる時があるんですけども、皆さんその弱さを知ることは実は強さの始まりであると聖書言うんですね。アメン。弱い時にこそ強い、なぜか弱さを知ったならば、弱さを認めたら私たちは全能の神様に祈り耐えるからです。そうすると全能の神様の力と知恵とエネルギーが与えられて私たちは強くされていくんです。だから俺は強い、俺は負けない、俺は大丈夫や、俺は神様がいらないと言って頑張っている間、ますます私たちは固くなって沈んでいってしまうということが、そういう様があるんですけども、聖書は言います、私は弱い時にこそ強い。アメン。そのような生き方をなさいますようにですね。いつも弱さを覚えたら主に近づいていきましょう。弱いから主に耐えていくでしょ。アメン、ね、そういうことですね。皆さん言いましょう、私は弱い時にこそ強い、弱い時にこそ強い。アメン。ね、私は権勢によらず、能力によらず、神の霊によってですね、守られていきますように、ね、また、ね、清水記の14章の中ではですね、12人のスパイが約束の地に使わされましたけれども、そのうちの2人ヨシュアとカレブは言いましたね。彼らは、ね、先住民がいるけれども、それは私にとって食べ物であると、困難は食べ物だと、ね、私たちは餌食になると言ったのはヨシュアとカレブですけども、皆さん私たちは困難や問題があなたの前にいつどのような顔をして出てくるか分かりませんけども、皆さんそれはあなたにとって食べ物だと、アメン、言いました。問題は食べ物、困難は食べ物、アメン、ね、聖書はそう言ってますからね。そのような力強いたくましいですね生き方をこの年もですねなさいますようにということですね、お伝えいたしました。詩篇の50編の15節は何でしょうか。苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを救い出そう。ハレルヤ、アーメン。いい言葉でしょう。苦難の日に私を呼び求めよ、ね、また詩篇の23編の4節は何でしょうか。私はたとえ死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。死の影の谷を歩くことがあっても私は恐れない、あなたが私と共におられるから。ハレルヤ。全能の神が共におられるから私は恐れない、ダビデはそう歌ったんですね。また詩篇の60年の8節はどうでしょうか。民よ、いかなる時にも主に信頼せよ、あなたの心を見舞いに注ぎ出せ。ハレルヤ。セラと書いてますよね。セラっていうのはこうアメンという感じでね、こう力を、ね、入れるようなそんな歌詞だと思うんですけども、です、ね、まあ、音楽でピアニッシモみたいな感じのところなんでしょうかね、まあ、とにかくそのようにして私たちは強められていきます。第3番目は何だったでしょうか。いつも私たちは前向き、肯定的に、信仰的に考え告白していきましょうということでしたね。皆さん私たちはその人はその人の考えている通りの人なんですね。人間とはその人の考えている通りの人であるということですね。その人の価値は何によって決まるか、その人が何を考えているかによってその人の価値は決まります。アメン。その人がどんな価値観を持っているのか、どんな考え方をしているのかによってその人の価値は変わるんですね。アメン。そういうことですね。私たちはですね、この神様の前にいつもですね、肯定的な前向きな考え方をし、またそのような告白して行動していきましょう、ね。皆さんも
自分自身を励まし、自分自身を褒めてあげるという作業、皆さんしてます？自分を励まし、自分をこう褒めるっていうね、作業ですね、皆さんしてますでしょうかね。私してるんですよ。前にも言ってね、今日もしましたよ。私も朝風呂入るんですよ。夜風呂入らないの。夜入ると、あの体がポッポしてね、興奮して寝れないです。暑くてね、布団を蹴飛ばすんでね。ですから夜は冷えたまま布団入って、布団でチーッ自分 の, あのこたつもしないからね、チーッとぬくもるまで、で朝起きて風呂入って、そして風呂でひげ剃って、だから上がって、前行ってね、こうこうしながらですね、洗顔を2つぐらい塗って、頭を2つぐらい塗ってこうして終わって、その後に、お前は神の器だよ、祝福されてるよ、お前は素晴らしい神の、ね、働きをするよ、ね、お前は天皇陛下に福音を語るよとかね、お前は安倍首相を導くよとかね、日本のトップリーダーにお前は福音を語るものだと私は言ってるんですよ。いいでしょ、ね、別に皆さん迷惑かからないねそういうふうに告白してるんですね、はい、でそれ私を自分を励まし、自分をねこう強めて、褒めてあげる作業をしてるんですよ、ね、皆さんどうぞあなた自身を褒めてあげてください。で励ましてください。人の待っとったらいつよ分かるんですもん。人に褒めてっても言われへんしね。自分で自分を褒めたら絶対間違いないですよ皆さん。でそれ自分はで世の中に皆さんね、これアファーメーションといって、こう自分をねこう持ち上げ、モチベーション上げるのにアファーメーションという作業があるんですよ。アファーメーションというのは自分を引き上げる、こう励ます言葉を言うんですね。まあ言ったら、あのなんていうの、自分を何かにかけるやん、そう自分を何かかけるやろ、あの まあ、そういうことやるんですよ、ね、でも私たちはあのそれも世の中でもそれやってるわけで、それはいいことなんですよ。私自分を励ましてあげるってとっても素晴らしいことなんですね。で私たちはこの聖書の言葉によって私たちは自分を励ます。であの自分の吐いたものによってあなたは自分の運命を決めると書いてますわ。箴言見るとあなたは自分の言った口の言葉によって自分の運命を決定すると書いてます、箴言の中に。アメンですか。だからね、つまらない否定的なことを絶えず語ってて絶対損ですわ。もう絶えず自分を励まして強める言葉で言ってるのは絶対得ないんですよ。これは聖書の原則やから、神様の法則なんですよ、ね、だからイエス様知らなくても、イエス様と人格的な交流なくても神様の法則知ってる人がいるんですよ。法則だけ利用してイエス様信じてないんだよ、人格的な交流だけどもイエス様の方法知ってる、神様の方法知ってる、それだけやって成功する人いっぱいいますよ、ね、それ積極思考、肯定思考だけどね、今ただ私たちは積極思考、肯定思考は神のものだから当然その作業をするんですけども、私たちは何もイエス様と人格的な信仰の交流がありますから、クリスチャンそこが決定的に違うよね。アメン、ね、それでね、このピリピの4章の13節の言葉ですよ ね、はい、ね、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんだ、ハレルヤ。これがいいですよね。で世の中はどんなことができる、 I can, I can, we can とかねやるんですけど、それも悪いことじゃないんで大いにやったらいいと思うんですけども、皆さん私たちクリスチャンの決定的なその we can, I can と言ってるだけの人と決定的な違いは何かというと、前の言葉ですよね。私は私を強くしてくださるお方によって、あなたを強くしてくださるお方誰ですか。観音様ですか。日蓮様ですか。いたまんだら違うでしょ。皆さんイエス様でしょ。言いましょう、イエス様、イエス様、神の御子です、救い主です、アメン。私を強くしてくださるイエス様によって、神の御子によって、その方によってどんなことでもできるのです。アレルヤ。だから力強いですよ。自分だけで I can、 俺は何でもできるって言っても、もう人々はね傲慢やなって思うだけでね、えらい勢いがええなってだけでそれ終わるんですけど、皆さん私たちは謙虚がありますよね。神様によって強くされるから、結果的に祝福されたら神様に栄光と賛美を返すでしょ。アメン。自分の力でやったら全部自分のもんだから神様に栄光返さないじゃないですか。でも私たちは強くしてくださるお方によって
ね、ビジネスが祝福され、力が出られ、問題が解決され、そして祝福されてきますから、イエス様に感謝を返します。賛美を返します。そしたらイエス様がまた私たちに力をくださって、そのような神様と私たちとの間に素晴らしい祝福の循環が始まっていきます。アーメン。第4番目はね、いつも祈る習慣を身につけましょうということでしたね。私たちは考えることは大事なんですけれども、ただ考えるばっかりでしたら、私たちは人間は大体考え込むと悪い方に考えることが多いんですよ。私もそうだけど皆さんもそうでしょ。やっぱりね、悪い危険のことを考えると、それで予防措置として重要なことでもあるんですけども、どん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 こう悪い方向に悪い方向にね、こう考えていって、こう悩みとか不安が増大するってことが皆さんありますよね。だから考えないといけないんですけども、考えるだけで終わってならないんです。私たちは神様に信仰がありますから、私たちのその考えるね、考えていることの内容をですね、神様にそれを申し上げて、そして神様と相談しながら、神様の知恵と力をいただきながら、あなたの持っているその考えていることについて、皆さん解決と勝利を売るように祝福をお祈りいたします。アーメンですね。私たちはこの祈るっていうことですね。で、今言ったようにこう考えていくと、恐れっていうのは増幅する。こう恐れは実態以上にこう増幅するという傾向があるんですね。まあ、心理学かどうか知りませんけど、こういう言葉はですね、幽霊の正体見たり枯れ尾花って言葉を皆さん知ってるでしょ。この山道はお前幽霊出るんやで、最近よう幽霊出るんや、一人で歩いとったらようふわって出てくるんやでって聞かされて、ある人がね山道を歩くわけよね。そしたら怖い、暗いな、今日はね闇夜やなと思ってね、怖いな、幽霊出るんちゃうかなと思って歩いたら、皆さんススキの穂が揺れても、はあ幽霊やと思って、よく見たらススキの穂やったっていうね。だからこう怖い怖いと思うと、よりね実態より以上に私たちは恐れが来るっていうね。でも幽霊かと思ったら、よく見たらなんやススキの穂やんかっていう話ですわ。皆さん、私たちは恐れっていうものを心の中にずっとこう思い巡らしていると、ますます恐れが増幅するというね、そういう心理状態があるんですよね。私たちは本当にね、それだけで終わらないで、イエス・キリストの皆によって、皆さんその心配していること、アメン、問題はイエス様に告白しましょう。イエス様に語ったら祈りになります、ね、友達に相談してもそれもいいことですね。でもあんまり同じことを相談しちゃったら、やっぱり友達も逃げていくよね。またあの問題かいや、まあ、いい友達は最後に付き合ってくれますけど、多くはね。だけどやっぱりここの中で、あ、またあの問題かってやっぱり思わなくないですか。人間だからまだ解決しないのかって感じですね。ところが皆さんね、神様に何度お願いしても、神様はまたかって言わないですわ。アーメン。皆さん、一人何度も同じことを言うと、なんか愚痴っぽく聞こえてくるってことは、これは現実なんですよ。皆さんね、いい友達はそれでも聞いてくださるんですけど、皆さんどうぞ神様に何度でも祈ったら、それは祝福です。アメン。神様がね、しつこいやっちゃなって言わないって、ハレルヤ。神様、本当にあなたの祈りを喜んでくださいます。だから私たちはこのね、寛容とですね、本当に愛に富まれたお方に、あなたの問題を何度でもシュワーッと言ってですね、祈っていこうではありませんか、ね、この前の村長の、ね、観光の教会に来ましたけども、観光の教会行くと本当にそうですよ。シュワーッてですね、もう必死になってみんな祈りますよ。日本人静かやわ。シュヨシュヨって、まあ、上品って言えば上品ってね、感覚かも。シュワーッてね、祈ってますよ。どっち神様聞くと思う。まあそんな声の大小では関係ないと思うけどもね、まあ、信仰の問題だったと思うけどもね、もうやかましを神様うるさいから聞いたらってなことないと思いますけども、まあとにかく問題は主の前に祈るってことですよね。祈るってことですね、はい。ね、第一テサロニケの5章の16、17、どうですか、ね、いつもすべてのことに感謝し、ね、絶えず祈り、すべてのことについて、
感謝しなさい、アメ、ね、絶えず祈りなさいって書いてますよね。またピリピの4章の6から7はいかがでしょうか。3、はい、煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。この御言は本当にいいと思いません？これピリピの手紙なんですね。何も思い煩わないでね、思い煩わないでね、あらゆる場合どんな時でも感謝を持って捧げる祈りと願い、祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様、会社のことはこうです、お金のことはこうです、子供のことはこうです、健康のことはこうです、夫のこと、妻のこと、孫のこと、もういっぱいあるでしょ。その願い事を神に知っていただきなさい。ハレルヤ。そしたら人のすべての、ね、あなたの、ね、考えに勝る神の平安がと書いてますわ。皆さん、何でもね、安心と平安がちょっと違うっていうことを話したことあるんですけど、皆さん、安心はお金で買えるんだよね。貯金が業者だったら安心やんか。アメ、1億も2億もあってみたら安心でしょ。安心やね。ないよりもずっと安心だよね。で、お金で買えるもいっぱいありますし、人の心も時によって買えることもあるしね、いろんなことも買えますね。でもお金で買えるのは安心なんですよね。でもこのお金で買えるものはいつまでもお金があるっていう保証どこにもないからね。だからお金がなくなると安心がなくなって不安になってくるということもあるんですね。だけど皆さんね、このお金で買えないもの、つまり安心はお金で買えるけども、平安は垂直的に神から来る。アメン。平安は主から来ます。平安はお金で買えないですよ。で、神様との関係が、絆が強くなると、私たちを見えている状況はなんかおかしいな、状況はちょっと変やな、状況はちょっとね、ちょっといろいろあるけども、神様との絆、信仰の絆が強くなって、御言葉ね、本当に信頼しきっていったら、神様からの平安が来るんですよ。世の中の人から見たら、安心のないような状況ですよ。だけど私たちは信仰によって、主から平安がやってきますね。アメン。イエス様言いましたね。私が与える平安は世が与えるものとは違います。ハレルヤ。私たちは信仰によって主から平安が来ます。もちろんね、経済的にも健康的にも、ね、家族がいい、ね、健康もある、お金もそこそこある、そのことによって安心を買うことも、それもいいことですよ。祝福の一つですよ。でもいつまでもそれがあるとは誰も保証できないっていう問題が皆さんあるじゃないですか。でも私たちは神様との関係は、あなたが捨てない、自ら自分で捨てない限り神様との関係あるでしょ。違いますか？あなたの心で自ら神様の関係を捨てない限り、あなたと神様の絆はずっとあるわけですから、私たちは主から平安が来るんです。アーメン。すべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アーメン。言いましょう、皆さん、アーメンって言いましょう。アーメン。そうですよ。そしてね、5番目に、聖霊様とご一緒にいつまでも歩いていきましょうって言いましたね。ガラテヤの5章の25節ですね、はい、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありません、ね、この1年も私たちは御霊に導かれて進もうではありませんか。これは権勢によらず、能力によらず、神の霊によって。ハレルヤ。権勢によらず、能力によらず、私たちは神の霊によってあなたのビジネスが解放されてきますように。神の霊によってあなたの問題が解決してきますように。神の御霊によってあなたの家庭に神の平和が宿りますように。神の霊によってあなたのもつれた人間関係の問題が紐解かれていきますように。権勢によらず、能力によらず、神の霊によって。ハレルヤ。アーメン。そのように生きたいですね。ですからいつも聖霊様と共に歩むことをですね、身につけていきましょう。私らについて、あとについて告白しましょう。聖霊様、歓迎します。認め、お迎えします。聖霊様、受け入れます。従い、明け渡し、おいだねします。聖霊様ご一緒に、イエス様の栄光を表していきましょう。聖霊様ご一緒に、考え、計画し、判断し、決断し、行動し、イエス様の栄光を表していきましょう。もし大切なことで間違った、
判断決断行動しようとしていたら教え示しあるいはストップをかけてください。最後の祈りは保険の祈りと私言うんですよね。私たちは大胆に示されたことを思ったことを大胆にやったらいいと思うんですよね。だけども場合によっては大きなお金が動くとかね、長い間自分の人生に影響を与えるような事柄に関しては簡単にはですね決断できないこともあります。ですから私たちはもし間違っていたら大変なことになるので、このような祈りをするですね。もし大切なことで間違った判断決断行動しようとしていたら押し示しあるいはストップをかけてくださいねと皆さん祈っていたら聖霊様はあなたを確かな方向に導いてくださいます。アメン。私も40年間その祈りの中でここまで来れたことを感謝いたしますし、これからも同じような歩み方をしていきたいなと思って、いるわけですね。アメン。で今日はねピリピの手紙なんでもう最後になりますけども、このね7番目にねいきます。ピリピの皆さん手紙はね7番目のね3章の13、14だけ読んで、メッセージも終わりたいと思いますね。第2話はね全部語ったんですけど、ちょっと第2話はねいろいろあったんで時間がね割愛されてます、足りなくなりましたので、これだけ読んでいきます。3、はい、兄弟たち、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているんです。いいですね皆さん、このピリピの手紙はねパウロの、ね、信仰告白みたいなんですよ。パウロの信仰告白を聞いてるような文字は本当に良いの。先ほどのね私を強く知らされる方、あるいはパウロのねこの4章の言葉でしょう。皆さんねピリピの手紙はねパウロの心情が吐露されている。パウロのものの考え方、生き方、信仰の生き方がバーッといっぱい詰まってるんですよ。だからピリピの手紙を読むとすごいね励まされる見事がたくさん、ね、あるんですね。ここでもその通りですね。どうぞ皆さん後ろものを忘れ、私たちこの1年もひたむきにアメン、前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ハレルヤ。皆さんこの1年もですね、後ろのもう済んだことは済んだことですよね。ただ問題は同じ失敗をしないようにしましょうねってことですわ。隣に言いましょう、同じ失敗だけやめとこなって、はい、でまあ同じ失敗するのがまた人間やしね同じ失敗さまた、ね、まあ、それも含めて認めていきましょう、ね、同じ失敗を繰り返す、ね、それがまあ人間の弱さでもあるんですけども、その都度私たちは主の前に出てね、そして、後ろの忘れて神の栄光を得るために目標を目指して、この一年も皆さん目指して一心にあるものは走るでしょう、あるものは歩くでしょう、あるものは這うかもわからない、張ってるかもわからない、だけども私たちは目標を目指して共にそれぞれの歩幅を持って歩まれますように祝福をお祈りいたします。天の父様ありがとうございます。今日もこうして御言葉によって励まされ感謝いたします。後ろのもの忘れ、ただひたむきに前のものに向かってキリストイエスの栄冠を目指して目標を持って一心に進むことができますように、一人一人を祝福してください。今から続く聖餐式のこの時を祝福し、どうぞパンとブドウ酒を聖別し清め用いてください。私たちの内側も信仰を清め、また口の言葉、心の思い、行動、すべてをイエスの血によって清めてください。イエスキリストの血、すべての罪から我らを清める。今宵安かれ何時の罪許されたり、イエス様あなた何というお方でしょうか。今宵安かれ何時の罪許されたり、あなたの本当にすごい優しい愛に満ちたお言葉のゆえにありがとうございます。神様どうぞ今日聖餐式の中で癒しが行われますように、聖霊が注がれますように、救れの愛が満ち溢れますように、聖霊の力と特に癒しの力が現れますように、神の教会の中に癒しのパワーが溢れますように、顕著に癒しが流れますように、どうぞ奇跡が現れますように、神の力が現れてがんから癒されてどんどん起こされますように、腎臓の病気や肝臓の病気や膵臓や胆のや神様
胃腸や消化系統や循環系統や黒海系統や神経系統や全ての方ホルモンや神経のバランス、神様どうぞ全ての病があらゆる患いあらゆる病気が癒されたと聖書は書いています。あらゆる患いあらゆる病を癒すために彼らを使わされたと書いています。主どうぞ私たちの手を通して神の癒しが顕著に現れますように、この教会にどんどん神様、神の教会に、この教会に限らず神の教会に神の技が現れることを祈ります。祈ります。イエスキリスト昨日も今日もいつまでも変わることがないことですから、主どうぞあなたの特に癒しのパワーが流れることをお祈りいたします。主を強めてください。日本のリーダーたちを救いに導いてください。皇室の方々が救われてきますように、日本のリーダーたちが救われてきますように、この欺きの君、偽りの君、日本の君をイエスの御名によって打ち破ります。家計の呪い、罪の呪い、出世の呪い、長く続いている経済的な神様すべての神様、この負の遺産からの解放も合わせて宣言いたします。神様、癒しと聖霊の満たしをお願いし、イエスの御名によってこの宣誓式に合わせてお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは拝聴いたします。賛美を下げながら受け取ってまいりましょう。死に元がの汚れもなき子羊我が主は年の初め、イエス・キリストの十字架を忘れることがないように、この聖餐式をありがとうございます。イエスは渡されるよう最後の晩餐、弟子たちに言われました。パンを渡して言われました。これ私の体ですよ。ブドウ酒を渡して言われました。これはあなた方のために流す契約の血ですと。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の血を持ち、終わりの日に一人一人をよみがえらせますと。あなたの偉大な約束を信じます。神様にしかできない約束をありがとうございます。人間の約束ではありません。神様からの約束です。永遠なるお方の約束を信じます。一人一人を祝福します。
イエス様の十字架を見上げていきます。一人一人が本当にイエス様との絆と関係が深められていきますように、感謝して、十字架を見上げて、あなたの身からだと流された父に預かっていきます。アーメン。ハレルヤ。ハナマカシャマカニミカ。それではお祈りを捧げて捧げ物の時といたしたいと思います。天の父様、今から喜んで賛美と感謝を捧げながら10分の1聖願感謝礼拝ごとの捧げ物を捧げようとしています。受け入れてくださって、あなたご自身の栄光のために、またキリストの体となる教会の人のために尊く用いてください。天において地において驚くような報いがあることを信じます。どうぞ地上における具体的な経済の守り、また恵みを体験させてください。経営しているお仕事ビジネスクリニックの上に特別な祝福発展繁栄が、また資金繰りの守りがありますように。勤めている職場を祝福し、上下関係の人間関係を祝福し、ストレスから守ってくださって、その職場の組織のトップの方の上に祝福豊かにありますように。就職活動の道が開かれ、個々の経済が家計が不思議に守られ満たされていきますように。安倍首相はじめ政府の要人閣僚を祝福し、この方々が平安のうちに良い内政外交の政策が展開できますように。その結果、国民に平和と幸いが訪れてきますように。北朝鮮との関係の中にあなたが介入してくださって、北朝鮮が普通の会社様対話のできる国と体制が変えられて、同時に拉致問題の解決が今年こそありますように。主よ、祈り続けられています。よろしくよろしくお願いいたします。イエス様を知らない多くの方々がキリストの元に立ち返ってきますように。迫害されている教会とクリスチャンたちを守り導いてください。迫害している者の中から、かつてパウロが変えられたように、多くの者がイエスの元に立ち返ってきますように。エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復がありますように。今週も一人一人覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者に遭うこともなく、公共の乗り物の事故から、家族や会社の方々も含めて安全の封印で守り続けてください。子どもたちもこの1年、悪いものや災いや、また大病や事故から守られていきますように。さあ、聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバルし、福音化してまいりましょう。主イエスキリストの御名によりて、天のお父様にこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。主の導きの中を私たちは進む。主の臨在を仰いで進み続ける。昼は雲の柱で、夜は火の柱で、主は私たちを導く。ハレルヤ。主が私たちの前を進みゆく。昼も夜もいつまでも。ハレルヤ。主の導きの中を私たちは進む。雲の柱で、夜は火の柱で、主は私たちを導く。ハレルヤ。主が私たちの前を進みゆく。昼も夜もいつまでも。
ご起立いただきまして主の祈りを捧げいたしましょう。天にいます我が父よ、皆をたたえます御国を、この地に主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが御前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中でさまざまな苦しみの中にあられる多くの方々の上にも、今からとこしえまで豊かにありますように。